5回やってるってことねその期間で全員モンギリルフィーはなしそうです考えるとちょっと3人ぐらい心当たりがいってどういう関係なの全員職場の人です全員職場どうなっとるん童貞こんなことが <laughs> はい、もしもし。もしもし。えっと、はい、相談内容が何でしょう。はい。はい、ちょっと妊娠の疑いというか、まあほぼ妊娠しているだろうという状態でして、はい、思い当たるその時期的にとか、うん、考えると、ちょっと3人ぐらい心当たりがいて、というかもう3人なんですよ。<laughs> なんでその誰かっていうのをまず判明させたいかっていうと、あの逃げられないために一緒に病院に行きたいんです。それ で結局生まれてみないとわかんないですよね。わかるんですか。わかるんじゃないのそ,それは。ちなみになんでわからないのその一日に三人とかってことですか。一日にではないんですけど。どれくらいの期間で三人なのそれは。と七月末から八月とあと九月に一回で三人で五回ぐらいちょっと三人とやってるんですよ。七月末から八月の終わり<で>と九月の。 半ば5回やってるってことねその期間で全員モンギリルフィはなしそうです7月から9月とかだったら大体分かるんじゃないの計算できるアプリみたいなのがあって整理とかのこうあれを入力してるんですよ日付をその最後の整理が大体7月の半ば7月16日から22日の整理なんですけどそっから来てないんですよ22日以降に5回やったんですかそうですすかそうね全部22日ああそういうことか 妊娠何ヶ月が今わかんない状態なの？十三週四日らしいんですよ。じゃ二ヶ月以上経ってるってこと？数え方が最後の生理があった日、だから七月十六日を一日目って数えるらしいんです。ネット見たらそう書いてあって、アプリによると日付になるんですよ。一番最初の人じゃないの？わかんないんですよ、ね。でそ,それ全員どういう関係なの？全員職場の人です。全員職場？何そのエチエチな職場？どうなっとるん？えー 飲みに行くことが多くて、<え>夜勤があるんですよ。それ上司とかですか。二人は同期で、一人が先輩上司です。スパチャによると、7月30日の前後3日くらいの間にやった人が父親だって言ってるよ。そうすると。います。います。その、その中にいます。います。何人います。二<の><の>人。二人。<laughs> その週だけで、二人おんの。 何歳なんですかちなみに？あ、二十四歳です。えそれちなみにどうするのそれ子供は？いやそのうちの一人その先輩が、うん、もしその先輩なんだったら産んでもいいかなっていうふうに考えてはいるんですよ。相手が拒否るでしょう。<laughs> え、分かんないですでも相手もなんか自分で言うのめっちゃあれなんですけど大好きなんですよね私のことえ、でも付き合ってはないんでしょ付き合ってないんですその先輩以外はじゃあもうなんか好きとかじゃなくてその場のノリでセッフみたいになってるってこと、ね、セフではないですね一回ポッキリみたいになってるってことあ両方とも一回ですさっきのスパーチャーで言ってくださった期間に入ってない人が一人いたじゃないですかその人は童貞だったんですよ童貞 で童貞をなんかその卒業させてほしいみたいな感じで <laughs>、うん、せっかく卒業するならゴムはつけたくないみたいなはあかそういう感じで結局やることになっちゃってもし童貞の人が最初に出してもそれは妊娠しませんっていう何かあれがあるんだったら一人それで消えるじゃないですか待って何を言うてるの童貞の人だろうがやりたんだろうが正っは同じだぞ。 可能性が低いいとかそういう話のじゃねえの <laughs> <お>前 <laughs> 本気で言ってんのかそれ <laughs> 童貞もやりも同じで妊娠するから童貞の人とはいつやったの ?8 月の7日です8月の7日、えー、全員ありえなくないねやばいねお前どうすんのそれは俺んとこに来るわすごい電話来てるけどこれ入れていいのかなこれはいはいはいど,どうしましたお母さんかなこれ多分もし,もしもしもし あもしもしお母さんあ,あそうですあと看護師をしてます <laughs> あお母さんで看護師しててこの声 <laughs> かわいっすコメントにも何度かあったんですけど、ええ、あそうですいませんはいそもそも妊娠検査薬ってされてますかしましたそれで陽性だったっていう話ですかね <laughs> そうですねと七月十六が一日目の生理なのでまあ、うん、スパチャにもあったんですがそこから二週間後ぐらいがだいたい 一番妊娠しやすい時期ではあるのでそうなんですねその付近っていうのとあとは、はい、妊娠吸収から出生前 DNA 検査っていうのが血液だったり唾液だったりっていうので検査はできるので、はい、え唾液でできるんですか それは方法はいろいろそうやって調べられるんですね例えば男の人全員が A 型とか関係なしんですかもうあそうですそうです DNA なので血液型とかではなくそういうまあ検査もあるのでちょっとネットで調べたらすぐ出てくるかなとだそうです失礼しましありがとうございます看護師さん本当にありがとう失礼します看護師さんのスカイブのアイコンがカードキャプターさくらいさくらちゃんだってなるともう一人ずつ呼び出して検査してくれ じゃあもし先輩じゃない人だった場合どうすんのでも埋めないと思いますもう早く検査しないとでも下ろせなくなくっちゃうそうですよねいや俺の放送でしなくていいからさもうこの通話切った後とその男全員まあ連絡してもう明日にでもあすいませんなんかまたなんか電話もしもしはいマ。マ 私は妊娠がしにくくて、あの妊活をして妊娠したんですね。今回の突者さんの話を聞く限り、突者さんは生理周期っていうのは正確だ。 た方なんですかねああ、毎回同じ時期に来るのかってことですよねそうですねだいたい、まあ、じゃあもしそのアプリであの正確に来てるのであれば排、はい、卵日もおそらくかなりこう安定して来ている方だと思うんですね、はい、だいたいの方がそういう健康な状態であればそういう風になってるはずなので今回の話聞いてる限りではそう考えると最初の方が一番濃厚じゃないのかなっていうのが一つとあとは、はい するにしても、その今、十二週とおっしゃってたんですけど、十三週目に入ってしまうと、施術の仕方の方法が変わってきちゃうんですね。え、もう十三週って言ってませんでした。十三週です、ね。あ、そうなんですね。十三週となると、はい、もう、あの、かなりこう、体に負担がかかるような施術、えー、方法に変わってきてしまって、二十週か二十二週ぐらいまでに決めないと、もう下ろせなくなってしまう。 ちゃうんですよもし下ろすという選択肢を取るのであればなんですがそう考えるとちょっと DNA 検査の結果を待つとかってしてる間にどんどんやっぱり赤ちゃんはどんどん大きくなりますしもう13週だともうしかするとその10週までの間っていうのは流産の確率もすごく高くて無自覚流産っていうのもすごくあるのでお一人でも先にまずは本当に妊娠しているのかしていないかも調べた方がいいんです いいんじゃないかなと思う。お体のことを考えると、それが一番かなと思います。もちろんその私は娘がいてすごくこう。こういう話を聞くとちょっとこう。無責任なのはちょっと心苦しくはなるんですよ。はい、赤ちゃんのことを思うと、はい、まずは。は とにかくその周数をすごく聞くとちょっとかなりもう落ち着いてられない状況なんじゃないかなって思ったんでしつこく電話かけてしまったんですが申し訳ないです。そうういことですいまません失礼しすありがとうござい、はい、はい、ざいまますあとはあっていうことだよだからもうねもう今すぐにでも連絡してすぐにもう相手が誰なのかとかでもそういうそれもやってる暇ないけどねもう,もうすぐやらないと。 同時に3人は無理か <laughs> すぐもう明日にでもやんないと仕事終わり何とかしないとねでもそれ3人のうちそうですね一番ねまあ可能性が高いに一番最初にやった人って言、うん、う話だからその人から、はい、でその人が都合合わないんだったらもう残りの2人もねこう一番早い人からやっていくぐらいしないといつ気づいたのでも妊娠したかっていうのは もうそもそもその生理がすごくちゃんと来る人だったので、うん、まず来ないっていう時点でちょっとおかしいなと思ってでそこで妊娠検査薬を買ってやったんですよでその線が入るんですけど線が生えてて、うん、でもなんかそこでもう怖くなっちゃってなんか全然体調の変化だろうなと思ってあちょっと受け止めれんかったんやそこで妊娠したってそうです、ね、いやーそれはやばいだろう でも何ていうのだってあなたの子かどうかわからないけど検査してくれっていうのそれ言っちゃうとほかにもしてたってことになるよねだってね、まあ、決め打ちでやるのかすごい病院に行けっていうコメントがめっちゃあるんですけど、うん、親が医者なんですよドクーはいでそこのなんか例えばどこかまあ行けるとしたらまあ県内の病院じゃないですか え親にバレたくないってことですかえどういうことそうですなんかも行ったらその時点で親にバレちゃうのでなんかそのええー、母親にはバレてもいいかなって思ってたんですけど<ー>父親にバレるとちょっとでもしなんかその産むっていうことになったらちゃんとそれは両親に言おうと思ってたんですけど下ろすっていうことになったらなんか母に産むはないと思うけど、ね、だって付き合ってもないわけでしょで一二回や で産みます結婚しますなんてなくないですか普通にないですよ絶対男がしないですよ結婚なんてまあ親しくはあるんですけど先輩三十超えてるんですけど、うん、結構家の事情で早くなんかお嫁さん探さなきゃいけないとか言ってる感じの人なんですよ <laughs> えーそうなの何回もその付き合ってほしいみたいなこと言われてて言われてんやじゃあもしかしたらあるかもねでもだとしたら二人のことは拡散とじゃないじゃんもう無理やろそんな 先輩だと願って検査して先輩じゃなかった時はもうおしまいだよ <laughs> まあじゃあとりあえずするしかないねそれは早めに行ってくださいでまたそれどうなったか教えてねじゃあ連絡しますうん埋めたらいいねその先輩とねそれが一番 いいパターンなんまあいいのかどうかわかんないけどでもじゃあねはいすいませんちゃんと検査しないよじゃあね調べなねはいはいすぐにありがとうございます、はい、じゃあねはいはいはい、はい、まあこれまたどうなったかはまた後日話すよみんなが忘れた頃にでも 覚えてますでしょうかあの4か月前にあのこれサブチャンなんですけど4ヶ月前にですね3人の人と関係を持ち誰の子か分からないと相談してきた女性がいたんですよ4ヶ月前にまあ覚えてないと思うんで簡単にちょっとね紹介するんですけどもまあ胸くそ注意女性の悲劇ということでねあの、まあ、こういう話があったんですけどまあこれね多分、あのー、見てない人は分からないと思うんで一応説明します、えー、妊娠してしててまっったたでも同時期に3人のの男性とと関係を持っていいこかかからら誰の子供か分からない分かる 方法ありまますかという相談をししてきました女性がでそ,その3人のうち1人はえ自分のことが大好きな先輩であるとでも付き合ってはいないで残り2人もえ仕事の同僚で一度きりの関係だったとでまあこういう相談が来たねでじゃあじゃあ1人ずつねまずは1人ずつ DNA 検査してじゃあ誰の子かを判明させようよということで話が終わったとでその後まあ一人一人に DNA 検査をしてもらうために、まあ、聞きにあのー、食事がてらねあのー、聞いたと。 そそしたらその先輩に最初聞いたらしいんですけども相談者と結婚したいがために同僚2人とわざと関係を持たせ子供を作り無理やり結婚にこぎつけようとしていたことが判明したんだってどうやら話によると。 うん、これもいまいちよくわからないんだけども、まあ、とりあえず妊娠させて子供ができたら自分と結婚してくれるんじゃないかみたいなしかも誰の子供かわからんから自分の子供だみたいな言い張って結婚をこぎつけようとしていたっていうプランがあったらしいんですよどうやら先輩によるとでこれがこあの前回、まあ、ちょこちょこ話してたんだけど、まあ、とりあえずこれが前回まで出した情報だったんですよで、まあ、昨日かな久々に連絡が来たんですよ久々に連絡が来て 長らくご連絡できずごめんなさい、えー、上記で話した先輩とは先月入籍し双子の子どもも2人で育てていくことになりましたと、えー、事の発端は彼のかなり強引な勝手なやり方でしたが、まあ、それがここの部分だね勝手な強引なやり方というのははい。 でしたが、えー、その後の話し合いや彼の気持ちを聞いた結果円満に入籍までことが進んだため DNA 検査の結果は確認せずに破棄することになりました誰の子供であれ2人で育てていくと決めたので今となってはお腹の子供に愛情しかありませんこのような結果になりまたご報告が遅くなり申し訳ありませんが真剣に子供の知恵を探そうとしてくださった視聴者の皆さんにもよろしくお伝えください私のような未熟者の話を配信に取り上げてください、えー、共に向き合ってくださいありがとうございましたとこんなことが <laughs> ここんなことがあるみたいですよどうやら。なんか一応ね、いろいろ送ってもらったんですけども、まあ、らしいです。まあ、これも幸せならいいっすよ、別に。幸せならいいけど、こういう形でさ、女を手に入れたわけでしょ、男の方は。大丈夫なんかね、今後ね。まあ、歪んだ愛が幸せにつながったパターンでなんですかね、これね。<laughs> 小説か、これ、ほんまに。でも幸せなら OK です。 いや、オッケーなんだけどね、幸せなら。でも、俺だったら無理だな、誰の子かも分かいや、やっぱり俺はそこはちょっとね、どうしてもね、俺の性格上というか、なんか他人の子供だと思ってしまうと、どうしてもそ、そなんかその愛情100%にはできない気がするな、もし自分やったとしたら。まあでも、それでもね、ねこの人はね、愛着、愛情しかないって書いてあるから、すごいな。 うんまあ、頑張ってください、はい、らしいです。とりあえず、一応解決したらしい。ただ風